交通シミュレーションのですね問題点ということなんですが、確かにですね詳細なシミュレーションをする必要はあります。ただこれは一件あたり数百万のですねお金がかかります。でそこで私の方でこれを全国やるわけにはいきませんので、簡易的な方法を取りました。でそれはですね真ん中の図のようにですね各原発の距離帯ごとに動き出すはずの自動車が何台あるかということを、ある一定の過程を設けて計算します。でそれらが最終避難所に着くまでに何キロ走るかということも、概ね想定します。でそれをですね全部それぞれ掛け合わせたのを全部足すとですね下のようにイメージとしては容器に砂が溜まってると思っていただきましてですね、その下そこに穴が開いていて、これここからだらだら流れ出しています。それが道路です。でその砂が全部出るまでに何時間かかりますかと、そういう問題としてモデルとして捉えたわけです。でこのモデル簡略法だとですね中がどうなっているかということは分かりません。どこのルートにどこで詰まっているとかですね、どこが渋滞とかそういうことは分かりません。ただ最終的に全員できるまでに何時間かかるかということについては、詳細なシミュレーションですね、発表されたものと比べると大きな差がない結果が出ているということで、大体妥当だろうなというふうに思います。でそれをですねまとめましたのが次のページ、横の表です。字が細かいんで申し訳ありませんが、右側の白い3列はですねこちらの簡略法 で何が違うかというと、使える道路がですね国道だけとか国道プラス高速から国道高速主要地方道等ということです。でこれここよく質問ご質問があるんですが、この簡略化法ではですねどこが通れないとかどこが崩れたとか橋が落ちたとかですね、そういうことは反映できません。あくまで全部使えるということにしております。それ昨日読売に規制委員会の田中委員長のインタビューで出て、情報提供大事だと言ってるんですが、趣旨はどっちかというとすぐに逃げなくてもいい人まで逃げてしまうというんで情報提供が必要だと言われてましたが、あれ評価とご感想どうかというのが1点。それからちょっと細かい話なんですが、バス輸送能力のところでちょっとお話があったのかもしれませんが、このバス台数に対して乗車可能人数というのはこれ どういう